ではまず最初にあご挨拶をお願いします一野瀬さんからお願いしますはい、皆さんお久し…違う先ぶり、えー、リュウソレッド公約を演じさせていただきました一野瀬ハヤテです、えー、今日は短い時間ですが皆さんと楽しめたらいいなと思っておりますよろしくお願いします小宮さんお願いしますはい、えー、マシンセンターキラメイジャーキラメイレッド熱ツタジュール役の小宮里夫です本日はよろしくお願いいたします ではおかけいただいてお話を伺っていこうかなと思います。はい、ではまああのー、オーソドックスにお話を伺っていこうかなと思うんですけれど、まずお二人にですね役が決まった時のことを覚えていらっしゃいますかということを伺いたいんですが、じゃあ一之瀬さんいかがでしたか。はい、あ僕はあの瞬間は一生忘れられないと思います。今でも鮮明に思い出されますね。えっと。 僕はこの「リュウ・ソウジャー」が一番最初の俳優としてのお仕事だったのでそ,うそれまでこう、まあ、オーディションとかでも何をしていいのかもよくわからないままこう演技っていうのがどういうものなのかもわからないまま演技していてこれ大丈夫なのかなと思ってた時に戦隊、まあのオーディションを受けるっていう話を聞いた時は。 ああ戦隊ねみたいな,なんかそのまあ,あ,あまあいい経験じゃんみたいな、まあ、まあどうせ受かるわけないじゃんと思ってたんでもう本当にそれがそれで受かったっていうそのことを聞いた時にはもう本当に鼻水涙手汗何も止まらなかったですねもうだらだら本当に <laughs>、うん、そのそうで,す、ね、でもそれぐらい本当に感動したことなので今でもはっきりと鮮明に覚えてます小宮さんどうでしたか そうですね僕の場合、本当に一ノ瀬さんと一緒で本当に鮮明に覚えてるんですよ、うん、たった1年前、本当に今頃ですね、去年の、あのその時事務所に呼んでいただいて、もう社長さんだったりあの、幹部の方、マネージャーさんだったり、すごいいろんなお偉いさんたちがあの会議室にいて、俺やらかしたかなと思ったらあの、まさかのスーパー戦隊の配役が。 決まりまりしたということで本当に受かると思ってなかったんでたった1回で受からせていただいて本当に頑張るしかないなという不安とワクワク感を覚えながらも本当に涙が出ながらありがとうございますとすごい嬉しかったのを覚えてますお二人はそもそもそうするとスーパー戦隊についてどういうイメージを持っていましたかそうですね僕はえっと そうですね、家が朝は30分しかテレビを見てはいけないという <laughs> まそういう家庭で育ったのでまあどっちを見るかその戦隊を見るか仮面ライダーを見るかっていう選択しかなかったんですよあ<ー>でもまあ友達がその戦隊その頃幼稚園年少とかだったのでまあ、みんな戦隊もののこうごっこ遊びとかをしてたので僕は戦隊ものを見るって決めてで まあ友達と遊ぶ時も一人で遊ぶ時もこうごっこ遊びをしておもちゃとか使って遊んでたんでまあもう僕の幼少期そのものって言っても過言ではないくらい大きな存在でしたねずっと船体ははいその,その時は何だったんですか船体は僕はガオレンジャーとかあとはまあそうですねそこから続けて見ててまあアバレンジャーとかハリケンジャーとかそういった作品を見て真似しまくってましたね 民さんんはどんなイメージ持ってましたか僕がすごい見てた世代の戦隊っていうのが真剣者であのー、そうなんですよねそう本当に皆さんからしたら最近だろうみたいなことを思うかもしれないんですけど、あのー、僕が6歳ぐらいの時に真剣者をやってて松坂桃李さんですね。あのー、本当に小さい頃からヒーローかっこいいっていうイメージがあって。 ま一之瀬さんのお家が30分だったって聞いたんですけどあの全然僕のお家ち見ててよかったのであの保育園とか家出る前の時間までギリギリまで見てたっていうのを覚えてますね。はい ではですね、それぞれが演じたですね、まあ、あのコウとジュールというキャラクター、えー、なんちゅうのその印象やですね、演じるためにした工夫なんかをちょっと教えていただければなと思うんですけれどいい、かか。がですかはいえー、僕が演じさせてもらったコウはなんだろう僕がも,もうちっちゃい頃から持っているレッドのイメージそのものって感じですごい本当に元気だし前向きだし何があっても諦めないで、まあ、悪く言うと、まあなんだろうまあ、おバカみたいな。 感じですよね。ね、そ,う,ですよね <laughs> そう,う感じだと思うんですけどでもなんかまあ知らないうちにこう周りがついてきたくなるような手を貸してあげたくなるようなそういう存在っていうふうにまあ最初やっぱそういうイメージがあって僕全然本当にあにこうと違って考えて考えて考えても行動しないできないみたいな石橋を叩いて壊すみたいな感じなのでなかなか本当に自分の性格との乖離が。 激しい役だと思ったので、まあ、なんか、その、まあ、監督にも言われて、日々の生活からこうでいろみたいな。ことを言われて、まあ、無理だろうと思いながら。<laughs> <laughs> 大声出して、生活してました <laughs>。そうだったんですね <laughs>。小宮さん、いかがですか。あの、僕の場合は、あの、熱田十郎君っていう。本当に同年代の男の子を演じてるんですけど。あの、歴代の。 戦隊レッドって本当にコーンみたいな熱血のかっこいい感じの僕イメージあったんですけど本当に暑ジュールってあの周りからもうそんな冷たい目で見られたり友達も少なかったり弱々しい体力もない文化系の,あの男の子ということで僕のイメージしてたレッドと真逆だったんですよねだからあのだからこそ役作りというもの難しかったし あのアフレコの時とか、うん、あのアフレコの時なんて言うんだろう変身したらテンション上がってすごいか、はい、あの強気になるんですようん、うん、だから先輩のことも全然呼び捨てにしちゃうしみたいなうん、うん、だからそういう違いを見せるところが本当に難しかったりしましたね。さんはあの制作発表の、えー、っとイベントの時に、はいえー ジュールとして客席にいてそこからテンションマックスでステージに行くという演出をやられてましたけれどあれ、多分あれですよ、ね、お客さんの前で初めて,なんていうかジュールが目に触れた瞬間だと思うんですけれど、うん、あの時はやはやり緊張しましまたかすごい緊張しましたね、本当にお客さんが入る直前ぐらいまであのこの位置からこの位置に行くんだって本当にシミュレーションとかしながら、うん、本当にこけないように、うん。<laughs> 頑張ってましたう、ね、それであれですもんねあのジュールのあのテンションマックスみたいなとこまでギアを入れていかないといけないわけですよね、うん、そうまだまだあの撮影に慣れてない状態だったのでうんうん、うん、1月ぐらいのことですもんね確かね1月十何日かっただはずなんですけどまだ慣れてない時だったのでテンションを上げながら行くっていうのは、うん、本当に難しく。はい そそもそも自分がテンション穴あんなに上げるっていう性格じゃないのでそこら辺を、ね、本当にギアチェンジをしながらやってましたあの一ノ瀬さん、先ほど監督にいつもこうでいろと、はい、言われたんですけどと、はい、いうお話でしたけど、はい、それはあのやっぱり。 あのー、メインの監督だった、えー、上堀内さんでよろしいんですかねはいいその通りでございます監督からいろんなことをやはり言われましたかそうですね、すごいやっぱりその作品に対してすごい熱意を持っている監督だったので本当にこだわりが強くてすごくボコボコにされましたね。<laughs> <laughs> <laughs> それは言っちゃっていい話なんですよ。い全然殴ってないですよ <laughs> もちろん。そんな,そんなもちろん <laughs> マインド的なことですよね。マインド的な声ですね。鍛えてもらったんですよ。本当に最初の頃僕もそうでした本当に。そうだよね。やっぱ僕のあのー、基盤っていうかお芝居の土台になった監督が山口監督という方で、はい、あのー、ね本当にボコボコに <laughs> そうボコボコじゃないですよねあのー。 育てていいいたただとうさほかに上堀内監督以外でも監督さんに言われてあの撮影中に言われてこう覚えてることっていうのはあったりしますか<ん>そうですねでもやっぱりこうんだろう認めてもらえた時が一番嬉しいですよね、うんはい、そのなんかやっぱりカットはたくさんやらせてもらって、うんまあ、はい OK はいチェックとか。 まあそのオッケー、ハ、は、イ、い、チェックみたいなその言い方次第で、まあ、なんとなくその分かるわけですよ、めっちゃいいオ、OK、ケなんだなとか、うんはい、ちょっとだ、うん、あれだったのかなみたいな、それでちょっとやっぱり、でもそういう時にこう後でこう、なんだろう、あの時良よかったよとか言ってもらえたら、一番すごい、それが嬉しかったかなって思いますね、それはどの監督においても。はい、はい 山口さんは監督にまあ撮影されたり演技指導されたりして印象的だっったことってありますか、はい、あの本当に本読み、一番最初の1話を撮る時からあの本読みという形でカメラは回ってないんですけど会議室などであのたくさんお芝居のアドバイスをいただいたりしたんですけどあの本当にやっぱ作品愛があってずっと特撮の監督をして。 してたあの方なのでの長年の経験値を僕にあの上げてくれるような厳しくも優しくもすごいあの頼りにしてる方ですね本当に今でも。あとまあ撮影だとやっぱりアクションが欠かせないと思うんですけれどアクションの苦労というのかトレーニングをしてまあ望むわけですよね。まあ、でもあんまり、うん なんかちょっと転がる転がる練習みたいな、うん、そしたらもうその後はもう,もうその場でその場ではい、うん、じゃあこれやるんだみたいなことってあったんですか <laughs> ありましたそのアクションあるって聞いてなくて、うん、でまあなんかまあ、まあ、そのよくアクションされる坂本監督の時にですね、うん <laughs> 僕アクションやるよって言われてえっつってでんかそこでいきなり手をこうまあそこでそうでそうアクション監督の福沢さんが考えたのをこうちょっともらってでまあちょっと2回ぐらいゆっくり動いてみるわけですよそしたら「ハイテスト!」とか言って「えっ!」っつってしかも大体色順だから赤からなんですよ。そうなななんんんですよだかからみ ななんんんかみんな練習してんすよ <laughs> 僕が <laughs> もう, <laughs> う本番でちょっとやっぱりあんまならせてないんで本意でやりつつもちょっと納得いかないというかもっとやりたかったなって思ってる時にまあ終わると大体まあ そうですねタツニー、まあ、ブラックのタツニーとかはドヤ顔でやってるんですよね。<laughs> 悔しい <laughs> っていうのをすごい覚えてます <laughs>、はい。ありがとうございます。小宮さんアクションで何かそういう思い出はありますかあの本当にアクションしないんですよ僕ってあの。文化系男子っていう設定なんであのなかなかアクションをすることが少ないんですけど。 あのごくまれに怪人と戦った時にアクション監督に褒められた時はすごい嬉しいですね、なかなかない機会なのでここで一押さんにあの映画の方のお話も伺ってみたいんですけれど、はいはい、先輩戦隊との共演はいかがでしたかいやでもやっぱりさすがだなと思いましたねその、まあ、の一番最後に それぞれの役を演じられてからそのそうですね。この vs に至るまでの時間って結構空いてると思いますし、その間に違う役とかこう。やっぱりお仕事をされていくわけで、それでもやっぱり1年間やったものっていうのはこう体に残ってるんだな。というか、まあそのキャラクターが心の中に生き続けてるんだなっていうのを感じましたね。その現場入ってすぐにその当時のキャラクターに戻って演じられるっていうのは常に。 心の中に生き続けてるのかなって、すごい感じました。うんうん、はい。はい、あれですよね。あの。ルパンレッドの伊藤さんとの絡み多かったかなと思うんですけれど。いかがでしたか。はい、いや、そうですね。なんかその流騒には全然いないキャラクター。すごいひょひょうとしてるキャラクターだったので。こう、一緒に会った時に、やっぱこうはもちろんまっすぐ行くけど、はい、その。帰りを。最終的に、こうちゃんと自分の、はい、自分とこう。 心が通じ合えるかどうかっていうところはすごい楽しみにしてたんですけど実際こう思ってた以上に何か化学変化が起きたというか、はい、すごく見ている方々も楽しんでいただけたんじゃないかなっていう感じですねその2人の絡みに関しては。最初の出会いのあのあれですよね剣を渡すそうで渡さないところはおかしいですね <laughs> 2人の性格の違いも出てて。そうですね <laughs> こう本当に真面目だから、うん まああるところ、とる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 、全部受けられて、はあみたいな。最終的にこう掃除道具で。そうするみたいな。あ、えあれですね、小宮さんの方は、あの。まあ一話の前に、劇場版があって、そこでまあ初登場ということだったわけですけど、映画の撮影いかがでしたか。あの。今皆さんが見ていただいた映画では、僕変身してないんですよ。 なんですけど、あのー、変身してないんですけどやっぱり歴代で、うんあのー、先行公開という形で「レッドが出たっていうのが初めてですごい44年間も続いている作品で、はい、初めてっていうのはすごい嬉しいですね、うんはい、本当になかなかそういう経験をあの経験をいただけるってことがないので何て言うんでしょうか。 嬉しかったですあのそういう意味ではまあごく最初の頃一話二話と多分並行して取られてた頃だと思うんですけれど、見直したりはしますか？ないですね。今ですか？今、今ですか？いや今恥ずかしくて見られないですよ本当に。なん本当にもうあと五年後とか十年後見るってなったらすごいあの笑い話で見れると思うんですけど、今やっぱり。 恥ずかしいかもしれないですね。ちょっと生々しい、生々しいですね。本当に。あの一ノ瀬さんにまあその一年演じ切って、あの小宮さんもしアドバイスがあれば、アドバイスですか。いただけますか。僕が何か言えると思いますか。言え一ノ瀬さんなら。そうですか。えでもそうですね。本当に。 戦隊まあ、そうだよね、なんかあの初め、役は初めてです。そから僕と同じような感じだと思うんで、はい、のその本当に俳優としてのこう土台、すべてを作ってくれた、そういう存在になってて、今でもやっぱり、どの現場に行ったもそも、そのやっぱり、元にするところは、竜奏者だった、スーパー戦隊だったんだよね。だから、これからまた、まあま、まずは終わるまでか。 そうですね、最後の本当にこの役をそのジュールを一番愛せるのは小宮君しかいないから,から小宮君がジュールをめっちゃ愛してまあみんなにも愛してもらえるようもっと愛してもらえるようなそういうキャラクターにしてでやっぱその1年間役を大事にするっていうことを覚えたからそれを次の次の次のそ,うそれがもうお,しお芝居とは限らずまあ何をするにおいてもなんか絶対に役立ってくると思うからもう日々楽しんで。 毎日大事に大事に。はい、<laughs> 手洗いうがい。そうですね。手洗いうがい、皆さん。してください。はい。はい。してください。してください。いや、ありがとうございます。本当に。でもございません。あの、なかなかね、こういう機会がないので。本当にありがたいですね。こういう時間って。うん、もう一ノ瀬さんとも本当に久しぶりで。ね、あの。ね、本当に一年ぶりぐらいじゃないですか。 じゃないな、あの、間違ったあのうちのやってててななないいいもんややっっでですた、間違った、あの、今年の2月、3月ぶりぐらいじゃないですかね、ほんとに。そんなに経ったか。早いですね。早いね。いや、だから、本当に会う、お会いできる機会が少ないので、こういうお言葉をいただけるってことが、本当に嬉しいです。ありがとうございます。とんでもございません。いつも。キャラを、キャラというか、合ってた重量。 愛愛し愛されるように、はいはい、頑張りりますその通りありがとうございいまます頑張ってくださいませあれですね、これをお答えいただかなくて結構なんですけど、はいまあ、東映さんのスケジュールからいくと、そろそろバーサスみたいなものも動いてるんじゃないかなって、ファンの方はきっと期待してるんじゃないですかね、どうですかね、ま,あ、あのまだ全然、ね、発表になってないお話なんであの、知らんふりして聞いてみていただければ結構ですけれど。<laughs> あの というわけでですねあの、えー、あのお二人にですねあのあの改めてその戦隊シリーズ「はいえー、キラメージャー」で44作目になるわけですけれど、はい、こう長く続いた理由というのを考えればなと思うんですけれど、うん、一ノ瀬さんあの去年あれですね夏のイベントの時にお客さん前にして大変あの感動したというお話をインタビューでされていましたけれど、はいはい、やっぱりそこまで愛されて続いている理由ってどこにあると思いますか やっぱりもう全部ですよねその、まあ、ストーリーからやっぱりロボットっていうのはまあ一大な魅力であり、まあ、スーツもそうですし、まあ、毎回そのビジュアルも違ったりして世界観とかも全部やっぱりみんなを虜にするようなそういう要素がたくさん詰まってるそれがどんどん代を重ねるごとにまた増していくからこそずっと愛されるのかなっていうふうには感じていますね。僕がこの流を 演じさせていただくときに、やっぱり自分,にと自分の幼少期にとって憧れの存在だったので、僕が憧れられるかどうかは知らんい、置いといて、憧れられる存在になったときに、まあ、その何ができるかって考えたときに、やっぱり子どもたちの、まあ、なんだろう、見てなんとなく感じるようなでいいんで、道徳的なお手本でありたいなというふうに考えていて、でまあ、そのストーリーでもやっぱりそういうところは元から盛り込まれているわけですよね。 もちろんこう,だこうもやっぱり昔は凶暴だったとかそういうなんかきれい事ですまないというかきれ,きれいな話じゃないところもこう含んでそれでもやっぱりキャラクターが愛されるようなストーリーで出来上がってるのでだからやっぱりそういう何ですかね、うん、みんなの心に響く要素がすごい多いところがずっと続く理由なのかなと思ってます。はい、はい、古民さんどう思われますか そうですねやっぱり戦隊の醍醐味といえばその一ノ瀬さんがおっしゃったロボ戦だったりやっぱ人数が多いことなんですよね、まあ、追加戦士も入れて6人7人基本的に5人いるじゃないですかやっぱりそのそれぞれの個性やっぱり皆さんにも好みだから好みとかいろいろあると思うんですよねだからそういうやっぱ自分の好きなあの 個性を持っている人が現れたらやっぱり見たくもなりますしそれも44年間続いている証というかあの理由なのかなっていうのを僕、思いましたね、うん、あの小宮さんその、キラメージャー、えー、と今度の11月8日が30話なのでいよいよ後半戦ですが、はい、抱負はありますすか、はいはい、そうですね本当にあっという間でしたね30話になるまで本当にあの今後皆さんどうなっていくか。 あの予想もつかないような展開になっていくと思うので僕もやっぱり飽きられないように、まあ、これからまたあの愛されるように頑張っていくのでずっと見ていてくださいお願いします頑張りますちょうどお時間となったようなところですのでお二人に挨拶を最後今日ご来場いただいた方におご挨拶いただければなと思います、はい、一ノ瀬さんからお願いできますか。はい えー、皆さん本日はありがとうございました、えーえー、久しぶりにこういう場をいただけて、まあ、緊張しておりました小宮君緊張してるって言ってめちゃめちゃ喋れてたので,で僕はびっくりしてます恥ずかしいです <laughs> 恥ずかしいです <laughs> で僕は本当に一番最初は全然喋れなかったんですけど、まあ、こうやって皆さん温かくいてくださったおかげでこういろんなイベントを通して話していくうちにこう僕も、まあ、ある程度 緊張しながらもある程度喋れるようになってっていうのもやっぱりここにいる皆さんが温かく見守ってくださっているからだと思っております流走者愛してる人挙手ありがとうございますイエーイキラメイジャ愛してる人挙手挙手 わありがとうございますということでね、これからもねどんどん続いていくと思いますけど、でま,まだまだキラメージャーも残ってますけど、これからもねスーパー戦隊、愛してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。あもうちょっと、俺じゃない。<laughs> ありがとうございました。<laughs> ごめんなさい, <laughs>、はい、大丈夫です。じゃあ、小宮さん、皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、えー、皆さん、改めまして、あの本当にこ今日はご来場いただき、本当にありがとうございます。あのー 本当に二回目の三回目か二回目本当に片指で数えれる程度の,あの舞台挨拶だったんですけど皆さんの温かいあの目で見守っていただけてるっていうこの状況のおかげであ,のあまり緊張もせず無事にあの終われること本当にありがたく思います一ノ瀬さんも本当にありがとうございましたありがとうございました <laughs> 限界は超えないためにある違うえだ <laughs> <laughs> えー、あの、本当に、本日はありがとうございました。これからもスーパー戦隊、あの、愛して。これからも、見守り続けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。<laughs> えー、息の合ったところ、どうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。